Hey everybody, it's Hiroko from Asian Boss. Shoko Asahara, the founder and leader of Japanese extreme doomsday cult group Aum Shinrikyo, was recently executed for masterminding a terrorist act of releasing potent nerve agents on the Tokyo subway in 1995. We hit the streets of Tokyo to find out what Japanese people think about the cults in Japan. Let's get into it. オウム真理教の麻原彰晃被告の死刑判決についてご存知ですか？はい、知ってます。知ってます。知らないです。マジ？マジか。結構もう有名なんですか？報道ニュース流れてますから、私たちの世代だったらほぼ知ってると思います。めちゃくちゃ若いですよね。でも今年は20歳。でも最近で起こった事件じゃないですか？結構昔のです。多分生まれる前とかですね。そう、でもなんか引き継がれてます、意外と。 YouTube とかね、なんかあれじゃないですか、掛け声みたいな、証拠みたいな。やってみてもらってもいいですか？証拠。わかんないそれ。証拠。朝原証拠。で、なぜ彼が死刑を宣告されたのかを海外のオーディエンスなので知らないと思うので、ちょっと軽く教えていただけますか？オウム真理教っていう宗教組織を作って、実際に地下鉄に毒ガスをばらまいたっていうことで、一番それが大事件として取り上げられています。地下鉄にそのサリンっていう毒を巻いて、死者とかそういう方々が多数あったものですね。と何十人も殺してるので、日本だったら結構4人とかね、2人とか以上殺したらもう死刑になっちゃうじゃないですか。死刑になるのは当然で、それの期間が結構猶予があって長かったけど、やっと。他にもいろいろやってたんですか？活動を邪魔する弁護士の一家を殺害しちゃったりとか、他にも町忘れちゃったんですけど、どっかの町でサリンちょっと撒いちゃったりとか。じゃあその麻原彰晃被告の死刑判決のこのニュースを聞いた時、どう思いましたか？もっと早くてもよかったんじゃないかな。遅すぎる死刑ですよね。被害に遭われた家族とか思うと、被害者が報われはしないと思うんですけど、ちゃんと責任取ってもらいたいなと思いました。新興宗教は日本ではどのくらいよくあるものなんですか？多分結構あるとは思います。100以上は確実にあるとは思います。新興宗教自体はすごいその辺にいっぱいあるでしょう。電車とかで声かけられたりとかも。めっちゃありますよ。なんて対応するんですか、そういう時は？いいです。あそこはさらっとそういうのいいです。聞いちゃうともう全部聞かなきゃいけない。大学では結構そういう危ないよみたいな話はされるんで。何の授業でですか？その大学に入った時にサークルとかの新刊があるんですけど、そこでカルトも混じってるから気をつけろよみたいな。行き過ぎてる新興宗教だなって聞いてて思ったことがあるものってありますか？創価学会即答ですね。名前出したって大丈夫？でも結構なんか有名どころですよね。そう、創価学会は有名ですよ。なんかまずいこととかしてましたっけ？金の取り方が半端じゃない。大丈夫それ言って。友達が結婚するとき、友達が結婚相手が創価学会だと、創価学会に入らないといけないみたいな、そんな縛りがあるのかわからないですけど、自分実際に小学校の時の友達がそれで親同士仲悪くなったみたいな話聞くんで。なんて勧誘とかって？勧誘で親同士仲悪くなって、僕とその子もあんまり親の影響であんまり合わなくなったみたいなのもあったんで、そういうのはちょっと。宗教をやめてほしい。なんかいい迷惑だった。新興宗教と宗教団体の違いを言い分けられますか？宗教団体は多分もうみんな全員が一丸となって動くと思うんですけど、先行団体は誰かが先行して、なんとかかんとかだ、わかりましたみたいな感じで、来るものは追わず、来るものは拒まず、去るものは追わず的な感じがあるんで、もうぶっちゃけ大きいんで、そういうことはできると思うんですけど、新興宗教はすごくなんかこうきつそう、引き止めたり洗脳とか、オウムとか洗脳してたりしたので、いやーないと思いますよ。ないからやっぱそういうところにはまって騙されちゃう人がいるってことなので。うまいと思う。ただオウム真理教とかは当時やったのが宗教だよじゃなくて、ヨガ教室とかでやってて、実はみたいな。なんかこのような団体ってどんな形態で活動してると思いますか？だってそもそもどうやって信者さんを獲得するんですかね？今の時代だったら SNS で拡散して集める、同じような似似たような考えを持った人たちが集まる。ツイッターとかってその自殺したいみたいなつぶやいてる人いるじゃないですか。そうなんです、ね、それに対してなんかすごいその自殺したい女の子に対して気持ち悪い おじさんが今日家来るみたいなそういう目的のおじさんがその今日家来ないみたいな、そういう誘ってるみたいな感じでなんか見たことある気がするんですよね。そういうの実際にああいうほら渋谷でね、ああいうほら呼び込みとかなんか書いてくださいとかよくやってますよね。そういうのじゃないですかね。アンケートだと思って、あれって宗教なんですか。そう、多分そうだと思う。怖いっていうイメージがね先に立つから。じゃあそれはなんで怖いと思ったんですか。これああいう事件見ると怖いですよね。みんなほら洗脳されてね、ああいうふうに何でもあんな頭がいい人はね、まあ、無差別ですね。テロですね。日本は新興宗教の数が最も多いそうなんですが、びっくりしますか。びっくりしましたびっくりやすいんですかね。というのはなんか日本人が信じやすいとか。そうですよね。意外と思ったより多いですよね。なんかそれなんでだと思いますか。やっぱりみんな何かにすがっていきたいっていう安心感っていうあれがあるんじゃないかな。日本人って無宗教って言われるんですけど、結構すぐなんか神頼みとかなんか結構日常で意外と変な信仰心はあって、だからなんか意外とそういうの好きなんじゃないですか。じゃあどんな人たちが新興宗教を発足して導いていくと思いますか。お金欲しい人たちじゃないそれはない。どうなんだろう。でも朝原さんは行っちゃってるのかなともしかしたら寂しがり屋で仲間が欲しいのかもしれないあ、じゃあ純粋に一緒に何かを信じられる人したいみたいな人もいるんじゃないですかね。自我がありすぎる。自我がありすぎる人。弱みにつけ込める人だよ。口がうまい人とか。なるほど。じゃあ逆にどんな人たちが信者さん側になるんだと思いますか。やっぱり心が弱い。影響されやすい。何かしら問題抱えてたりとか、それで相談から多分始まったりしてとか。そうだね。仲間外れ感を普段から感じてる人みたいな。あまり自分がいてるところに馴染めてないみたいな。政治に対する力も弱くはなってきてる。あ、政治に対する力もあったんですか。あ、もちろん結構それは昔から割とあって、そう会社もその創価学会系の会社みたいな。政府はそういった集団に対して視察に入るとか踏み込んだことはしてきましたか。いや、してこなかったから事件になっちゃったんじゃないですかね。で、まあ日本って基本的に事件が起きないと動かないので政治と教会は基本的に関わりませんよみたいなのがあるんで、多分政治もそういうことしちゃいけないんじゃないですか。だけどまあテロについては結構割と限界テロ警戒中みたいな張り紙がどこに駅とかにあるよね。あとトランプさんが来た時にゴミ箱撤去するみたいな。いや、してきてないんじゃないですかね。なんでしてこなかったんですかね。まあ、信仰の自由がありますから、そのなんですかね、まあ、心で思うぐらいはいいんですけど、なんかそういう実行されちゃうと困りますね。新興宗教の文化は日本において問題だと思いますか。別にいいんじゃないですか。悪いことせんかったら法に触れなければ。その宗教自体がいけないわけでは。そうです。そんなん言い出したらもうキリストもあかん、ユダヤもあかんってなっちゃいますからね。なんかボランティア活動をしっかりやるところだったらまあいいじゃないですか。主体としてちゃんとボランティア活動みたいな慈善活動、基本慈善じゃないですか。やっぱり宗教に求められることで、そういうことをちゃんとこの目的としてそこで一貫性持ってやってくれれば僕は。There you have it, everyone. What did you think? What are cults like in your country?Let us know in the comments, and be sure to subscribe to Asian Boss for more authentic insight into the latest news and cultural trends from all over Asia. Thanks for watching, and see you in the next video.